星座の書は、ペルシアの天文学者、アブドゥンラハマーン・スーフィーが964年頃に、表した、天文書である。プトレマイオスの、アルマゲストを基礎とした製表と、美しい星座へ、アラビア固有の星や星座にまつわる伝承が集約され、後世の天文学に、多大な影響を及ぼした。十世紀ペルシアの天文学者アス,スーフィーは、当時イスラーム世界で翻訳。 需要が進んでいた古代ギリシアの天文学に精通し、その知識をもって、ブワイフ朝の君主アドゥド、ウ・ダウラに仕えていた。自身も観測を行っていたアッスーフィンは、その結果に基づいて、アルマゲストの製表に修正を加えた。また、アラビアに古くから伝わる星の名前も収集していた。それらを集大成として一冊の本にまとめたものが、星座の書である。 星座の書の写本のお羊。左右反転した二つの絵が合わせて描かれている。上は天球儀上の姿、下は実際の空での姿。出展、ボドリアン図書館、星座の書は大きく分けて四部構成となっており、導入部北天の星座王道星座南天の星座とまとめることができる。導入部は星座の書を理解する上で重要な部分であり。 アッスーフィが本性を表す目的や、バッターニーなどのアラブイスラーム世界の天文学における先行研究への批判、星座や星標はアルマゲストを基礎としていること、そしてアッスーフィ自身の星標や、星図の作成とそのためのデータの導出についての方法論が述べられている。北天の星座は21星座、王道星座は12星座、南天の星座は15星座で、 これらは、アルマゲストの第七巻、第八巻に収録されたものと同じ、プトレマイオスの四十八星座であり、登場順も、アルマゲストと同じく、天の北極にある、コグマ座から始まる。北天の星座、王道星座、南天の星座はいずれも、各星座の章に分かれており、それぞれの星座の章は、三つの部分からなっている。まずはじめに、星の位置、数。 明るさなどその星座の詳細を解説する部分、次に星の名前、王道座標、明るさをまとめた星表そして星座とと共に描写した星図である。星座の書の星表はアルマゲストに収録された星が基礎となっている。アススーフィーは星の位置と明るさを精度よく記録することに大きな注意を払っており、その成果を星表にまとめた。ただし、 座標に関しては、アルマゲストの数値を独自の観測で改めることはしていない。当時最も信頼できる値とされていた、66年で一度という、再差を採用し、これに、星座の書の元記とした、西暦964年と、アルマゲストの元記とされる西暦125年の差、839年をかけた12度42分を、アルマゲストの後継に加えて、 自身の座標とした。そのため、アッスーフィー以前のアラブイスラームの天文学者の中にも気づいていたものがいた、アルマゲストの座標の系統誤差もそのままとなっている。星の等級には、アッスーフィー自身の観測結果も反映し、修正が施されている。また、星座の書では、1等級未満の中間的な明るさの違いを、アルマゲストの3分の1等級を上回る、 4分の1等級まで区別しようとした節があるが、そのことについてアッスーフィー自身による説明はない。星の色については、特に7つの星について赤いということが記述されている。このうち、アルデバラン、アークトルス、ベテルギウス、ポルックス、ウミヘビザアルファー星、アンタレスについては、星の色を正しく捉えているが、アルモルについては、アッスーフィーの勘違いであると見られる。 魚のいない鎖につながれた女の星座へ、アルマゲスト本来のアンドロメダ座の姿を描写している。出典ボドリアン図書館、星座の書の大きな特徴は、各星座の星図が星座位として描かれていることにある。アルマゲストの頃から星座の姿は認識されていたが、天文書にはそれが文章として記されていたのみで、学術的な天文書に、 星座の挿絵が描かれたのは確認できる限り星座の書が最古のものである。星座絵は基本的な特徴はおおむねギリシャ時代に思い描かれた姿に忠実であるが人物の顔の造作や服装はアラビア風になっている。また顔や衣装の描き方は写本が作られた時代によって異なり各時代の美術様式や文化交流の影響が反映されている。 もう一つ、星座の写の星図における重要な特徴は、必ず左右反転した二つの星図が体になって描かれていることである。二つの星図は、一つが天球儀上に表した時の形、もう一つが地上から実際の空に見える形となっている。このように二通りの星図を並べて記載した理由を、アスーフィーは観測者が天球儀の星図と実際の空に見える。 星座の姿の違いに混乱を生じないように、と説明している。アルマゲストにはない星座、馬の差し絵。出典、ボドリアン図書館アラブ世界において、人々は古代から多くの星に独自の名前をつけていた。また、気象予報や暦の作成のための先制術、気象学の系譜に連なる学問として、アラビアの伝統的な天文学が発展した。このような学問は、 アッスーフィーラアラブ世界の学者に浸透していた。星座の書の中で、アッスーフィーは天文学を純粋な天文学とアラビアの伝統的な天文学とに分け、両者を並立させている。そして、アラビアの伝統的な天文学の発展について解説を加え、アラブ世界に古くから伝わる星々の総和にも触れ、星、アステリズム、星座のアラブ世界における名前を、 アルマゲストのものと対応させる作業も行っている。また、アッスーフィーが、製氷の星の名前として、アルマゲストの記述をアラビア語訳し、また補足説明として、アラブの伝承に基づく呼び名を製図に書き加えたものの、中には、現在の星の方有名にも影響を与えているものがある。星座の書の星座絵の中には、東洋化しただけではなく、 アラビアの伝統的な天文学の影響を受けて、さらに変化した星座もある。例えば、鎖につながれた女には、アルマゲスト由来の標準的な星座への外に、足に、魚が重なった姿、うに2匹の、魚が重なった姿、と3通りの星座を描いている。また、馬の一部、大きな馬の他に、馬の全身を描いた星座へも記載されている。 これらはアルマゲストにはないものである。星座の書の写本中、鎖につながれた女に大きな魚が合わせて描かれた挿絵。魚の口の先に小さな点の集まりが描かれ、これはアンドロメダ銀河とも言われる。出典、ボドリアン図書館、星座の書で、アッスーフィーはアンドロメダ銀河の存在についても記録しており、アンドロメダ座の解説の中でアンドロメダ座から、 ウオザにまたがる2本の星の列の起点に雲のようなシミがあると記述されている。これがアンドロメダ銀河に関する最古の記録と見られる。他にもアス・スーフィー星団の異名を持つコリンダー399やホザ星団についても現存する最古の記録は星座の書と見られる。なお、ダイマゼラン雲を初めて記録したのも星座の書と言われているが、 星座の書の中で大マゼラン雲のあるあたりについて解説した記述には多くの明るい星があるとあるだけで雲とは書かれておらず、アッスーフィーが書き残したのは大マゼラン雲ではない可能性が高い。星座の書は後世の観測者にとって筆形の書の一つとなった。その製表はイスラーム世界で非常に重要視され、ウルグベクもこれに敬意を払い、絶えず参照した。 ウルグベクの天文表の除雪には、ウルグベク以前のイスラーム天文学者が、星の位置を表すのにアッスーフィーの性表を頼りにしていたことが記されている。例えば、ビールーニーは、マスルールド法典においてアッスーフィーの観測を多く、参照している。ただし、ビールーニーは、アッスーフィーの結果と、アルマゲストにおける、プトレマイオスの結果の比較も行い、アッスーフィーが、 プトレマイオスの誤りを修正しなかったことを批判している。イブン・ユーヌスは、ハーキム大天文表においてアス・スーフィーの製表を計算の基礎にした。また、カズーイ・ニーの百科全書、非造物の脅威と万物の賃金では、星座の解説を星座の書から引用している。さらに、星座の書の影響は、ヨーロッパの天文学者にも及んでいる。例えば、 アルフォンソ10世の下で編纂された天文学書の中で主要な情報源として数多く参照されている。イブン・マージドは著作、公開術の原則と規則の情報についての有用な書にアスーフィーの成果を引用した。アピアノスはアッスーフィーの星座の書を知っていると明言しており、アピアノスが出版した星図の中には、 西洋の星座にはなくアラビア現象のアステリズムに由来する絵が描かれたものが存在し、著書皇帝天文学ではアラビア由来の13の星の名前を記している。また、イデラーは天文学史についての著書の中でアッスーフィーと星座の書にたびたび言及している。星座の書は科学的に重要な資料であるだけでなく、美しい挿絵に特徴があり、その写本は イスラーム世界における写本の傑作とも評される。アッスーフィー自身が描いた聖座の書の原書は現存しないが、写本や翻訳本は少なからず現存しており、少なくとも35冊が確認できている。最古の写本は、アッスーフィーの死からそう経っていない1009年に、アッスーフィーの息子によって作られたとされるもので、オックスフォード大学のボドリアン図書館に収蔵されている。 また、パリのフランス国立図書館に収蔵される4冊の写本の1冊は、1430年にウルグベクのために作られたものとされる。聖座の書の翻訳は、13世紀にトゥースイによって、ペルシア語に翻訳されたのが最初で、同じく13世紀には、アルフォンソ10世の聖下でスペイン語訳も作られた。スペイン語の写本は後に、ラテン語に翻訳され、 ラテン語の写本は8冊が現存している。その中で最も初期のものは13世紀にシチリアオフリードリヒ2世の下で作られたものでパリのアルスナル図書館に収蔵されている。1874年にはハンス・シェレルプが主にコペンハーゲンの王立図書館とサンクトペテルブルクの帝国公共図書館が所蔵する写本からフランス語への歓約を行い、 現代の天文学史家に多く参照されている。原書と同じアラビア語では、現代になって1956年にインドのハイデラバードで出版され、その後1981年にレバノンのベイルートで再版されている。ありがとうございます。